スタディオマイティ、どうもこんにちは、通りすがらない仮面マイティだ。今回はですね、皆さんに感謝を伝えるべく動画を回しております。私、通りすがらない仮面マイティなんですけれども、最近ですね、インスタグラムのフォロワーが5000人を超えて、ツイッター X ですねのフォロワーが2000人を超えて、で TikTok のフォロワーが3000人を超えて、でなんと YouTube のフォロワーも1000人を超えることができました。ありがとうございます。まあ、だからトータルすると1万人の方にね、フォローをしていただいているということで、これはね、何か皆さんに恩返しをしなあかんなっていうふうに思ったので、今回プレゼント企画をやります。いや、まあね、今回プレゼント企画に至った一番大きい理由としてはね、やっぱり YouTube の登録者が1000人を超えたっていうことがやっぱり大きいきっかけですよね。まあ、あの、僕が YouTube を始めるきっかけになったのは、まあ、もともとおもちゃを撮ってたので、それのメイキングの動画をね、ショートで上げ続けてたんですけれども、まあ、こうやってね、しっかりあの画面越しに皆さんに喋りかけるっていうような動画は今まで全く撮ってこなかったんですけれども、僕がこうやって YouTube を始めるきっかけになったのが、何を隠そう、特撮改造エキシビジョンのパウチさんのおかげなんです。もともとね、 YouTube を撮るつもりなかったところに、まさかまさかの僕の家にパウチさんが遊びに来てくださって、でそこで動画を撮らせていただいた。これはね、やっぱり世の中に出したい、僕としてもあのすごく楽しい経験やったし、貴重な経験やったんで、皆さんと共有したいと思って、こちらの動画でね、上げさせてもらってます。実はね、この動画がね、収録1本目なんですよ。上げるに際して、まあ、僕っていう人間が何をしてる、どういう人間なんだっていうのをやっぱり分かってもらった上で上げると、良くないかなと思って、まあ、先にね、こういうおもちゃ実況の動画を上げて、まあ、軽く皆さんに挨拶をした上で上げさせていただいたっていう流れでございます。まあ、順調と言っていいか分からないんですが、ありがたいことに、少しずつ登録者さんが増えて、なんとか1000人に乗ることができました。ありがとうございます。で、Twitter かな、その当時は YouTube のフォロワーが999になった、あと一人誰かっていうツイートをしたところ、まあ、まさかまさかのね、僕も以前から拝見させてもらってます一ノ瀬隼人さんに1000人目の登録をしていただくっていう、人気 YouTuber にこの世界に入れていただいて、人気 YouTuber に1000人のお題載せてもらうっていう、こんな貴重な経験ね、なかなかないと思うんですよ。誰にフォローしていただいたっていうよりは、たくさんの方にフォローしていただいているっていうのは本当にありがたいことだと思います。ありがとうございます。さあ、話が長くなりましたが、プレゼント企画の説明をさせていただきます。まあ、そもそもね、何がもらえんねんと、お前何も改造してないやろ、作品も作ってないやろとって思う方いらっしゃると思います。その通りでございます。私にはおもちゃしかありません。なので、こういうものを準備してみました。はい。はい。こちらなんですけれども、僕がおもちゃを始めたのが2021年の4月頃で、で、これを作ったのが2023年の7月なので、約2年半の中で自信作だなと思うものを集めた、写真集になります。で、こちらなんですけれども、合計、よいしょ。はい。5名の方に、抽選でお渡ししたいと思います。まあ、5人もね、応募してくださる方がいるか、ちょっと不安ではあるんですけれども、まあ、せっかくね、作ったんでタダでもらえるんで、よかったら応募してみてください。それじゃですね、肝心の応募方法をスライド形式でご説明したいと思いますので、そちらを確認してぜひご応募お願いします。さあ、 YouTube での応募方法なんですけれども、まずはチャンネル登録お願いします。そしてこの動画のコメント欄に応募っていう風に記入をお願いします。これによって応募っていう形になります。で、また当選の際は X や Instagram の DM でやり取りが可能な方のみ応募をお願いします。他の SNS でも同じ募集をしてますので併用は可能です。応募締め切りは2023年10月10日とさせていただきます。はい、応募要項に関しては以上になります。皆さんのご応募をお待ちしております。オーナー